スファン、大谷流出で自暴自棄になってしまう。米大リーグドジャースに加入が決まった大谷翔平投手。10年総額7億ドル、約1014億円とされる巨額契約で注目される一方、今季までプレーしたエンゼルスは MLB を代表するスターを失うこととなった。エンゼルスの地元局は大谷に感謝を伝える特別画像を公開。しかし、米ファンは史上最悪の球団だ。もう野球は一生見ないと自暴自棄になっている。くさ、しゃあない。日本なら本人が叩かれるのにな。メジャーには人的保障とかないんか。ドジャースファンになればええやん。どうせトラウトも試合でないし。トラウトももう年やしやる気ゼロやしでレンドン化しそうやしもういよいよ終わりやね。エンゼルスからドジャースファンへの移籍なら近くてよかったやん。一度でも優勝争いできてたら出ていかなかったと思うよ。なおえが悪い。アンチオツ、それでもトラウトは残ってくれるから。だいたいレンドンが悪いのにな。申し訳ないから山川あげようぜ。大谷を一度もワールドリーグ連れていけなかった責任とか感じ取らんのやろか。まだトラウトがおるやろがい。レンドンとトラウトのトラドンで我慢しろ。進行形の伝説に逃げられたらそうなるわな。大谷に関しては常識外れの額で強奪されたもんはしゃあないやろ。それはそれとして悪い球団ではあるけど。これでトラウトにも逃げられてレンドンだけ残ったら笑えるな。ご視聴ありがとうございました。